小安八和田神社このうち、東京都大田区の小安八和田神社はいずれも、のみ川沿いに鎮座しており、また祭神は共に、王神天皇である。本校ではこの二つの神社について解説する。当社は、小安神社、八和田神社、根方八和田とも呼ばれている。当社の創建は、高原元年、当地の領主である、池上宗れ中が、武蔵国の池上山に、 鎌倉の鶴岡八幡宮を誕生したことに始まるとされる。その後、天正9年には仙座の儀により現在の地に転写したと伝えられている。当社の拝伝応援年間に鎌倉の鶴岡八幡宮を誕生し創建したと伝えられる。六号用水を開拓した小泉寺太夫吉次がその功績により、慶長2年に当地を賜ると、 幕末まで代々領主を務めることとなった。安永3年には、時の領主である、小泉富ブ三郎法教の武運長久を願って、宇治子らが石鳥居を当社に奉納しており、現在でも境内に残っている。2012年には、境内の改修工事が行われ、正面の鳥居などが新造された。石鳥居前日の通り、安永三年に、宇治こらによって奉納された石鳥居が、 境内の橋に現存している。大田区内でも、最古の明神が大しどであり、区の文化財にも指定されている。AAB 第1日曜日が9月1日の場合、翌週の第1土曜日、第2日曜日となる。例えば、2013年や2019年は9月7日8日の第1土曜日、第2日曜日に模様された。北工事屋のあたりは当時、下袋村という地名であった。 ありがとうございます。